明日から借金返済か、めんどくせえな。ずずずっと。何が起こっている？やめろ、はだす。人体実験？ん？被験体が何か言ってるようだ。そう、あれだけブラギーズギズされてまだ喋る元気があるんだ。さすが勇者ってだけあるね。そんな強大な力の彼の人体行動をどんどん書き換えるな、楽しいですぞ。今日までにエラーやバグの連続で彼の人格が崩壊すると思っておりましたが、全然問題がないようでしな。こんな逸材を渡してくださったアロさんには感謝しきれませんの。照れちゃうな、やめてよね博士。今までの被験体は今日の最終テストまで耐えきれず、みんな骨だけになってましたからな。この被験体だけは本当にタフだ。スクリプトの書き換えがある。お役に立てて何より。このテストが成功すれば、彼は因果律を超越した化け物へと姿を変える。そしてこのプラグインを汎用化すれば、どんな人間でも強大な力を持つことができる。化け物編集を量産できちゃう。そのプラグインを国に言って大儲けってお話。いえ、我々が兵を持つのだ。うわ、なんかすごいこと考えてた。恐ろしいね。やめやがれこの野郎と。もうおっと、そろそろ時間ですね博士。ついにこの敵が来ましたぞ。コード H プラグイン実装開始じゃ。コード H プラグイン、被験体の人体コードに上書き開始。えぐっ、えぇ、ほほ、始まるぞ。腕が、あ、足も、あ、何をしやがったんだ。俺の体が、あ、こりゃひどい。何を行っているんだお前ら。さよなら、ハロルド君。ハロルドは？いや、え？一日目だけど。今のは何？ハロルドってなんだよ。あ、うるせえな。俺だよ、ハロルドは。誰だよ。誰だよじゃねえよ、いつまで寝てんだ。あん？てめえ今日から借金返すじゃねえのか。もう返済と自分の命をあげられたなら俺たち帰るぞ。そうだった。今日から稼がなくてはなんねえんだった。エリク待ってろ。今どこにいるんだ。すぐに行くから。ずっと待ってるんだか。今俺たちはゲルドにいる。さっさと来い。さっきのは、まっすぐ考えると過去なのか。ハロルドはなんか超絶なプラグインをいっぱいなんかプラグイン付けにして実験、人体実験を受けた結果こんなに強くなったってことなのか。明らかにレベル5にしては強すぎるよな。ちょっとわかんねえな。それともなんか今のはまた別のハロルドくんなのかな。ハロルドはいっぱいこの世にいてみてえな、そういう話なのか。エヴァンゲリオン的な。お、ハロルドくんじゃないか。遅いようだね。あ、昨日のさ。おさんって、まあいいや、君今日から返済でしょ。この時間まで寝ててやばいんじゃないの。もうゲルドにあれこれ話つけておいたから、今日から適当に頑張ってね。あの野郎、俺をつけてもしよかった。舐めやがって、覚えてやがる。今朝のあの夢、あ、夢で見たってことはやっぱ過去なんじゃねえのかな。なんかめちゃくちゃリアルな夢だったぜ。体もすげえ痛かったし、ち、今日から稼がなきゃいけないってのに嫌な夢見ちまって。待ってくれ、まさか俺が寝てる間に。いや、さすがにか、さすがに過去かな。いや、わかんねえな。とにかくお金つ、あ、そうだ、1日経つとここがキャンペーン無料サービス、占ってください。はっ、ハロさんは攻撃力と素早さが高く、そこが得意。その攻撃力と素早さを生かせば、先生で渾身の一撃を敵を、先立て倒すことができる。回復量が低いのが弱点で、 SP の消費が荒くなりがちだそうですよ。あー、そういうことか。要はキャラクターの特性を教えてくれてんだ。柔軟ね。まあ、器用貧乏なんだ。素早さがちょっと低いのが弱点だけど、他はまあ全体的に強い。ルキウスさんは魔法攻撃力と回復力が高く、魔法戦が得意なんだけど、ヘッド SP は超必殺で回収でき、強力な魔法を連発しつつ長く戦線にとどまることが可能だが、防御力が低いのが注意。うん、まあそうだね、ざっくりハロルドはアタッカー、物理アタッカー型で、エリックは バランス型でも素早さがちょっと弱点、ルキウスは、魔法型だけど、物理の防御が弱点。まあハロルドとルキウスがまあ逆みたいな立ち位置で、エリックがちょうど真ん中なんだけど素早さはこいつが低いと。まあそれぞれって感じだね。まあ一旦セーブ。結局マナはなんか取っといた方がいいぜってエリックから受けてたけど、なんか次の日になっても結局何も、あ、てかボム使わなかったね結局。てか使うほど強い敵が出てこなかったとも言えるんだけど、めちゃくちゃあかんじゃねえかよおい。てか全部包丁。なんでハロルド包丁なの。まあでもそうか、この世界のハロルドは別に勇者ってわけじゃねえもんな。もう攻撃力、そのなんかさ、短所を
いろいろまあ考え方あると思うんだけど、短所を補うよりは長所を伸ばした方がいい気がするんだよな。だからあれちょっと待って、これなんかさ、ハロルドがさどうなるかしか出てこないんだけど、あ、並び替えできない。エリックがどうなるかはちょっと分かんないんだね、これ。ほら、右側に出てこないから教えてくれない。まあでも、攻撃力魔法攻撃がアップするとか、なんかこの上に書いてあることでちょっとなんとなく防御力に優れた。へえ、短所も補ってくれるんだ。なるほどね。まあ一旦ちょっと全員の分をどうこうするのは難しそうだから、これに関してはルキウスだな。ルキウスの防御力を上げてあげたい。だけどルキウスが何を装備できるのかがわからない。てか防具1箇所しか装備できないから1個でいいのかな。でもバングル、シールドだったりバングルだったりよ。まあ一応ちょっと後回しで。あー、ここじゃねえすか。あー、疲れに効くのか。回復量が10アップ、これ大事っぽいけどな。あとこれはなんか素早さが10アップ。あー、こういうの絶対全員つけた方がいいよね、これ。これさ、違う、3個ずつ。これ絶対いるって。みんなこれつけよ。スタンガード、ダメージガードで、フラッシュガード、あといつの間にか手に入れてたライフルの模型、ガンショットが使えるようになる。これは魔法だから、スキル考えた時魔法が使えるようになって嬉しいのは誰だ。別にルキウスはもともと魔法使えるんだから、魔法が使えるようになって嬉しいとかは別にないかな。ステータスを見てみよう。魔法攻撃が一番高いのは誰ですか。もちろんルキウスだけど、エリックもまあまあ高い。じゃあエリックかな。エリック器用貧乏だけど、まあ何でもできるという特定、あれを生かしてね、まあ魔法も打てるようにしておこうか。じゃあこうやってでこうと、まあこれで物理攻撃があんまり効かないっていう敵が出てきたとしても、ハロルド以外はやることができたと。だけどハロルドは現状、まあファイヤーが一応打てるのか。でもそうか、ファイヤーが一応まあ打てるんだね。うん、なるほど。でマナが2600、回復用も持っといた方がいいと思うんだよな。ポーションの L は別に多分現状いらないけど、 M は、あでも S で十分かな。まだ HP500 回復すれば。エーテルが今2個あるんだね。ディスペルハーブ、ステイミラントも一応1個持ってる。リセットボムちょっと1個欲しいかな。これなんか使う敵が出てきそうな気がするな。1900円余ったからちょっと僕買うか。現状1900円で一番高いのはまあこれでいっか。これ誰でも装備できんの。あ、誰でもなんだ。まあこいつにしよっか。じゃあルキウス一応一番防御力低いんで、よし、これでいってみよう。ギルド、あ、もういるんだ。やっときよかったか。今さら何しに来たんですか。てめえ何しに来たってことはねえだろ。フィールドバトルで稼ぎに来たんだよ。フィールドの説明受けんだろ。もうほとんどのフィールドの説明は聞き終わってしまったんですが。はあ、ずっと待たされてるっつっただろ。マジ説明なしで今から作戦立てるのか。ハースマン、このクズ野郎にできるだけ簡潔にフィールドの説明をしてやってくれ。わかりました。簡潔と言ってもちょっとだけ長くなるっす。いくつかのブロックに分けて説明するんで再度話しかけてくださいっす。はい、何か聞きたいことあるっすか。フィールドはどんな感じ。エリアモンスターの特徴は。ぶっちゃけ、攻略するにはおすすめの装備ってあんの。もっと上手いらない。俺を舐めるんじゃねえ。いける、もういける。あ、ちょっとセーブしよう。セーブはさすがにな。舐めんじゃねえぞ。俺はよ、ゲームやるときはだいたい説明書読まずにずっとやってきた。これまでの人生ずっとそうやって生きてきたんだ。それで数々の失敗をこなしてきつつも一切学習せずにこの年まで来ました。犬コロがいっぱいいるだけ。なるほどね。まあ最初の頃だからそんなに、加速して777、まあ一撃だね。なんか、あ、でも敵の HP、 あの攻撃力は結構あるな。はい、これなんだ。危険地帯が南。なるほど。あー、ちょっと待って、なんだこいつら。蜂の HP なんだあれ。なんか、なんかちょっと やばいかもしんない。これちょ、スキルとか駆使しよう。がむしゃらソードでいいや。で、トライデントでいいかな。で、ライトプラズマ、これでいいや。早く選ばなきゃいけないっていうのがさ、こうせかしてくるからちょっとあれだな。
怖いな。あ、大丈夫か、ハロルド君、ハロルド君。え、こんなところでいきなりもうステイミラントを使うってこれ大丈夫なのか、本当に本当に。あー、やっちまった。あー、なるほど。復活するわけじゃないから結構やばくないもうすでに結構やばくない。てか時間さ割とあるじゃん。あんまりその油断しなければさっきみたいなことになんないと思うんだから、あんまり焦りすぎないことが大事かもな。焦りすぎずに、ただなんかゆっくりしすぎずにみたいなバランスでやっていこう。この先は強敵注意が東でも東行けない。あ、スティームラントまたゲット、なくなった途端に、あ、こいつら敵なんだ。一応さ、あ、そっか、バックアタックをするんだった、忘れてた。まあこの辺打ってって、そう、バックアタックとあとオーバーキルをしていかなくて。おお、強いな、ハロルド君。ちょっとオーバーキルは難しいな、敵が強くなってきたから。まあでもバックアタックはできる、こういうことだよね。違う、ああ、バックアタックだ。ほらほら、こういうことをしていかなきゃいけないと。ガムシャラソード、ガンショットをせっかくだから覚えたらどのぐらい強いかやってみようか。プリズムスパーク、まずガムシャラソードが、プリズムスパーク、ガンショット。ああ、ガンショットまあまあな強さか。いろいろあた覚えたよ。ここ行ってみる。てか広くない？このエリアのガーディアンは身を隠している、仕掛けを解いて引きずり出しやがれ。ヒント、何か乗せられそうなくぼみがある。これは何か謎解きとかもあるのか。制限時間以内に謎解きもしなければいけない。あ、バーニングヘイト、コマンド入力時に即発動する、怒りを爆発させ自分の素早さを3ターン、攻撃力もアップ。まああんまり強くないから。トリシューラー、ガンショットサイドフォロードライの、まあトリシューラープリズムスパーク打てないから、まあこれで。なんか新しい技覚えた。あー、強い新しい技って何覚えたんだ、エリック。エリックなんか新しい技覚えた、強くないこいつ。あ、ヒール覚えたのか、もうわかんねえ見てねえちゃんと。ドアハハハ、いいぞ。やべ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 。あー、でもヒール強、ヒール強いな。スライム水をゲット。ヒールそんな回復するんだ、1000とか回復した。へえ、じゃあこれでポーションいらないね、もう。まあいらないってことはないか、一応落ちたら困るもんな。まあ、トライデントをオン知らずな。でライトプラズマ、いやー結構敵もなんかあれだな、強くなってきてるなさっきのさチュートリアルと比べてさあ。であれだ、オーバードライブアタックなんとなく分かってきたわ。多分だけど最後の一撃を超必殺技で倒すんだな、多分そういうことだよね。で1ターンじゃないとダメなのかな、1ターン目にそれをしなきゃいけないのかな。これはなぎ払いとトップ当たった敵がどうこう。あー、単体か。じゃあトライデンとライトプラズマ、まだちょっとコマンドの入力があれだな、遅いね。もっと早くやらないと。まあ、これもうアタックこれでいいんじゃない。で、ちょっとやばい、エリックがやばい、頼む。あー、よしよしよし。いやー、なんか急に難易度上がったね。さっきまでは結構なんかさ、まあチュートリアルだったからね、さっきまではね楽勝だったけどさ、急になんか難易度が上がってきた。あ、ちょっと待って、上になんかあった。っていうかもうまた俺さ、バックアタックをしろと何度言ったら、なんで俺はあれなんだ、学習しないんだ。マルチザン、まあトライデントでいいか。なんかダークドレイン、へえ、 HP 吸収だって。まあ今 HP 全開だから、あーでも素早さが遅いから敵が攻撃先に来るから、それを読んで打ってもよかったな。まあまあいいや、次から考えよう。ガムシャラ、トライデント、ライトプラズマ、ちょっとあれだな、 MP が枯渇足りるか。あー、ちょっと待って、 MP がエーテルもっと買えばよかった。やべ、エーテルもうなくなっちゃった。なるほど、エーテルもっといるっすね。これなんだ、おい、でもこれどうやって、おお、なるほど。でこういうことか。おい、
これが、ちょっと待って、あ、セーブできない。ボスなのかよ、おい、あ、しまった。じゃあでも全員なんか溜まってるから、こうして、こう。ちょっともうこれでなんとか、あの、いける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 、多分いける。おい、あ、いけるどころじゃねえ、楽勝じゃねえかよ。めちゃくちゃ強えじゃねえか俺たち。おらどうだ、ワンタン切るじゃんこら、オーバードライブフィニッシュ。気持ちいい。素晴らしい強さだ。ボスといえどもこの程度か。そういえば まだいるんだろうな、多分ボスが。あの一体だけじゃねえだろう。ステイミュランとオーバードライブ、そのオーバードライブじゃねえ、あのこれ後ろからバックアタックね。これこっちか。あ、ちょっとなんかいろいろ覚えてる。バーニングヘイトは、さっき覚えたやつだから違くて、バーナーソード、これか。うん、まあでも別にいいかな。あとなんか私覚えたよ。ランダムの敵に2段階攻撃、まあ3回攻撃でこっちでいいか。てかここがエリックがさ、だから全体攻撃、これじゃないのか。全体攻撃欲しいな。あとはランダム攻撃でもいいけど、まあこれ2回攻撃ランダムだけど、まあじゃあこっちやってみる。でライトプラズマか。これさ、いや DP 技をさあ、いいね、 DP 技をボス戦になるまで貯めておくっていう。アイスクラウン、アイスクラウン、氷技を持ってないといけない。だから氷技誰だっけ、氷技って、エリックなのか。ライフルの模型じゃ外そう、こっちにしよう。これでこいつの氷技が強くなったんだよね。まあルキウスにしとく。ライフルの模型いらない気がするな、別にな。みんなそれぞれ魔法を持ってるしな、別にライフルの模型で無理。ああ、ちょっとここで、あ、ワープできるようになったぞ。ホームからここまでワープできるようになった。ああ、そういうことか。ポーション M、 広いなこいつ。なんかさ、でかいからさ、ちっちゃいやつでも強いのにさ、このでかい、でかいのって強そうじゃない。後ろからいっ、あ、こう、やっぱりね、強いと思ったんだよな。ただブルーな怨念、でダークドレイン、いや、こっちでいいか。こいつらのさ、属性って氷だから炎が効くのか。バーナーソードをこのブルーな怨念に使うと強いのかな。やってみよう。やっぱりね、4000。このゲームのさ、弱点すごいな。このゲームマジで弱点ちゃんとつかなきゃいけないかもしれない。でもあいつは多分弱点ないから、やべえ、 MP 切れてきちゃった。 MP ってか SP か。やべ、どうしよう。ファイヤー、こういう感じで敵単体に、こういう感じで、どうせダメージ受けるからダークドレイン、こういう感じで。あー、ちょっとなんでこういう時に先制取んのお前。あ、あ、そっか、バックアタックしてるから先制取れるのか。やべえ、ちょっといよいよ、いよいよなくなっちゃった、いよいよなくなっちゃったな。くっそー、ちょっと待ってくれ。ハロルドの SP がいよいよなくなっちゃった。どっかでちょっと SP 回復しないと、このままでは。まあ一応バックアタックでこいつも倒し、ちょっとなんで強いのこんなに。なんなんだこいつのなんか顔色はよ。なんかゾンビみたいなやつがいるぞ。あ、そっか、 SP って一応時間経過でも回復するからつっても、まあ多少だけど。やばい、強そうなの出てきた。でもなんかさ、これ一戦一戦を丁寧にしてると時間もなくなるし、あとボーナスも得られないから、なんか割と雑に戦った方がいいのかもしれない。しかもなんかこうやって雑に戦ったとしても、戦ったとしてもなんかバックアタックすればなあ。やべ、まあでも1体ずつ落とせ、そうそうそう、バックアタックすれば。なんだその遅延行為は。でもそれしてくれるおかげでなんか毎ターン俺回復するから、ありがたいっちゃありがたい。 MP これで結構回復したぞ、アロロロの。じゃあちょっとボスやってみる。エクセレントを得るとダメージはかなり増えるから、エクセレントを取るか丁寧に戦闘をこなす方を取るかっていうので結構難しいね、どちらを取るかみたいな。だ、雑魚戦はなんか結構雑にやっちゃっていい気がするんだよね。単純にあのタイマーもある、
結構もう まだ半分にも至ってはないけど、一応このタイマーも刻々と進んでるわけだし、これはバーナーソードでパワードスライムで、あとはトリシューラー、プリズムスなんちゃら、この時のボス戦のために貯めておいた必殺技をここで使って、こうさらに、ええちょっとウィークネスでそのダメージ強、えウィークネスでそのダメージか強、こいつ、あれこいつなんでさっき簡単に倒せたんだ、まあ覚えてないけど、でもこのデスフレームで、ああそうだよね、オーケーオーバードライブ、あ1ターン目じゃなくてもいいんだ、必殺技で 最後倒せばいいんだ、そうすればオーバードライブになる、そしてこの奥行けるようになって、多分この奥行くとボス戦なんだけど、まだ時間余ってるからこういうのをね、ポーション M とか取り切って、あチャイムが鳴ってあと半分、なんかさ意外とさ普通にやっててもさ時間余裕あるから探索しきれそうだね、こうやってやってるうちにまだ結構溜まってんじゃねえの、もう今俺結構、おいおい1万3000のマナお金持ちになってんじゃん、気づいたら、あーあそこから行くのか、なるほど、じゃああの洞窟の中、洞窟っていうかあのなんか何あそこの中は、あやべ東行くと敵強くなるって言ってなかったっけ、明らかにこのワンちゃん変わってるよね、あでもあれこれバックアタックしてるんで、まあ2ターンにはなるけど普通にこれ連打で勝ちじゃない、これでえい、うん、いやなんか敵強くなってるのかもしれないけど、これなら、おなるほど強くなってきたっぽいな、イエローってことはなんだ、氷が効くのか、まあ グリードソードじゃねえや、ガムシャラソード、氷が効くんだよな、だからここだ、これかブリューナクをこいつで、あとはライトプラズマ適当でいいや、こうしてそしてでこれが特攻、オッケーオッケーオッケー、であとは連打でいいや、オッケー、基本的にまあそんななんかあれだな、困ることないなみたいな敵は連打した方がいいかもしんないね、やっぱタイムボーナスがでかいから、こんな感じ、おいエクセレント、あんまり考えすぎないだから丁寧な戦闘をしようとするとダメなんだな、なんか難しいことをさせられるね、本来 RPG って、あでもそっかファイナルファンタジーみたいな感じで考えた、あこいつ早い、あーくっそ先手取らなかった、やべえ、だけど必殺技は使いたくないけど DP もう100溜まってんのか、もったいないから打つか1人ぐらいは、残り2人は温存でこれでいいんじゃねえの、あーちょっと残っちゃったけど、あれあー一旦溜めてくる攻撃みたいなしてたのかな、今バックアタックじゃなかったもんね、んで右いけちゃうけど右は敵強いんじゃなかったっけ、大丈夫か、あっどどどどどどんだお前その動き、ガムシャラソードでブリューナクをこいつでライトプラズマ、やばい敵の強さが半端じゃねえ、強くなり方がおかしい、そんな強くなる、いきなり勝てる、大丈夫、これはちょっとあれかもしんないね、トリシュラ解放、一人は解放しよう、やっぶねー、オーケー、あとは連打で勝ち、あー敵のが早いんだ、敵のが早くなってきた、やべこっから急に敵の強さが上がってきたな、でも俺はバックアタックが取りにくい、くっそこいつデスレームとか打っていこう、ちょっと強いわ、あトライデント、ちょっと必殺技とか駆使していかないとやばい、あだってやばい、本当にやばい強すぎんかお前、まあでも必殺技を駆使すればこの通りなんだけど、こんなところで DP 使っても大丈夫か、ボス戦に取っとかないと、ではあるがここの敵とちょっとあれするには、しかもなんかあいつなんか見たことない、あでも動きは遅いからバックアタック、こいつバックアタック取れるからバックアタック取れればこっちのもんではないか、ガムシャラトライデントをこいつあグレートか、ちょっと何やばいかもしれない、ついにやばいかもしれない、こいつ魔法じゃないとダメなやつがついに現れた、やべえこれどうすればいいんだ、ちょっとやばい、でも迷ってたら時間がまたこれ負けるかもしれない、やべえ
急げ。ラビットアイス、なんだこれ、これ撃て。ラビットサンダー、これ撃て。だー、あ、やばい。あ、なんかちょうどうまいこと分散してくれてありがとう。ちょっと待ってくれ、このクラゲ強すぎる問題が発生してる。なんだこのクラゲ、キクラゲは氷が弱点だけど、今弱点ついてもとんでもない強さじゃなかった。ブリューナクで1体ずつ、いやアイスか、いやブリューナクで1体ずつ、ちょお前らガードして見てろ。いやそれはさすがに握手か、これがどのくらい通るの。あーなるほどね、あーなるほど。いやだったら、あ、いや、やばい、でももういいや、取り手は使っちゃえ、もう使え、この際使え、もう倒せ、もうさっさと倒せ、もうこいつ強すぎ。ちょっと逃げよう急いで逃げよう。ここはまだ俺が来ちゃダメな領域だった、敵が強すぎるなるほど、東に行くと強くなるとは言っていたが、こんなに強くなるとは思わなかったわ。強くなりすぎだろ急に。無理、逃げろ。でも南はもっと強いって言ってなかった。何、ちょっと待ってくださいやばい、ちょっとどうすればいいのこれ。もうなんか敵を選択するだけでも大変、 HP が回復できてないから、ちょっと待って、うわー許してくださいでもお願い、強すぎる違うだろう、こういう時のためのボムだろうがよ、ボム。ボム撃って、ただボム撃ったところでこれ勝てんのか、ダークドレインで少しでも HP 回復しながら、あーでもこれで、いいよで、これ、蘇らせる余裕あるかな、でも蘇らせたいんだ俺は。なぜなら、経験値がもったいないから、あー先行動しちゃうのね、しょうがない。これハロルドに経験値が多分入ってないだろうな、それがもったいなかったけどしょうがない。戦闘中は使えないけど SP がスライム水ってそういうことだったのか、もっと早く気づいていれば。エリックが一番、もう27しかない SP、 やべえこれもうボス戦行くべきなのかな、さすがに。こっから次は南危険地帯だよ、だって危険地帯はもう無理じゃない、やめた方がいいよな、まだ俺が来る場所じゃない、やっぱこっちだよね。東の強敵注意のこの黄色ですらあんだけ強かったんだよ、これ赤色だよ。ちょっと無理か、これ歩いてるだけで SP 回復するんだ、歩いてるだけっていうかあれだ、時間経過とともに SP 回復するんだね、この状態でも、ワールドマップの状態、この状態でも回復していくんだ、ほら SP どんどん回復してってるわ、ほら。へえなるほどね、時間経過によって、あ、じゃあ HP も回復するんだ多分、なるほど、なんか新しい気づきがいろいろあったな。こっから南は行ったよね、そうだよね、宝箱あるだけだもんな。じゃあこれで行ってみよう、これでここ行って、ガーディアンを3体やべ、時間間に合うか、あこいつか、ガーディアン、宝箱、氷、アイスがどうこう言ってる、アイスが使用可能になるだけか、いやそれだったらルキウスがこれで氷も打てるようになって、弱点が氷のやつにガチャガチャ、やばいねこれね弱点は炎だから多分デスフレイムを打って、あもういいや、全員打て、全員いけ、これだと全員いけ、もうなんかもう、強いね強いけどいける、頑張ればいけるかバーナーソードをこいつ、トライデントをこいつ、なんていうのプラズマ、大丈夫、ギリギリ、おおウィークレス強い、やっぱ弱点ゲーだこのゲーム、ギリギリ、畳み込めよーし、危ねー、フルパワーソードが使用可能になった、敵が強い、大丈夫かこれ、勝てるか、いいバランスになってんなこれな、雑なプレイングしてもなんか結構いけるようになってるわ。あ、ちょっと待って、これファイヤーで幽霊は多分なんか物理攻撃効かない系だと思うんだよな、あてかみんな幽霊かこれよく見たらでも怨念は怨霊、うん、怨念幽霊、あそうそう、この怨念に関してはなんか物理効くんだけど、幽霊も物理効くか、今効いたか、あ違う、ライトプラズマは魔法攻撃か、そうかそうか、あーじゃあやっぱ物理効かなそうだよなこいつらな、
その辺注意して、でバックアタックを必ず取るようにしながらいけば、バックアタック取ればいけると思うんだよな。こうで、えバックアタック、えあじゃあのあのおおおおおえええええええあああはえバックアタック取ったじゃん、ふざけ、あーっと、無理、もうこんな雑魚的相手に俺はこんなところで一体何なんだこいつの強さは、ふざけんだ、なんだこの強さは、ナッシュとかいう雑魚的がなんかとんでもない強さだ、ありえんだろこいつの強さ、フカヒレをゲット、言うとる場合かマジで、フカヒレどころじゃねえ、もうねえ、ちょっと何なのこいつの強さ、雑魚的だよ、あステミランド1個ある、何なんだこのもうギリギリのギリギリの生活なんでこんな苦しいギリギリの生活をしなきゃいけないんだ、まあ、こいつ無理、ポーション L、 ポーション L がなんか普通に宝箱として出てくるってことはさ、これ相当強いんじゃないのかこのボス、これ無理じゃない、 DP 溜まってないしみんな、いやでも行こう、無理を通すぐらいじゃないとここのボスには勝てない、デスフレームだ、いきなり撃て、